デュッセルドルファートゥルンイコールウントシュポルドフェアイン、ホルトゥナ 1895A ファンは、ドイツ、ノルトベストファーレン州デュッセルドルフを本拠地とする、サッカークラブチーム、通称 F95。2020から21シーズンは、ブンデスリーが2部に所属する。1895年創立。1933年のドイツ選手権優勝など、 ブンデスリーガ創設前からの強豪クラブとして、なお知られていた。ブンデスリーガーへの初参加は1966から67シーズンである。昇格初年度こそ降格の浮き目に合うものの、1971年に再昇格を果たした後は16シーズン連続で一部リーグの座を維持している。1970年代はクラブが戦後最も成功を収めた時期であり、 1972から73シーズン、及び1973から74シーズンには2年連続でリーグ3位に躍進。DFB ポカールにおいては1977から78シーズンに初の決勝進出を果たす。この決勝戦はライバルである 1FC ケルンに敗れ準優勝に終わったが、翌1978から79シーズンに初優勝。 さらに1979から80シーズンの決勝では2年前に敗れた 1FC ケルンとの再戦で雪辱を果たし連覇を達成。この間、翌シーズンの準々決勝でヘルタ・ベルリンに敗れるまで3シーズンにわたり国内カップ戦18連勝という記録を樹立した。欧州の舞台では1979年の UEFA カップ・ウィーナーズカップで準優勝している。 1980年代以降、成績が低迷し2部リーグへの降格を繰り返すようになり、1996から97シーズンに、ブンデスリーが一部から降格すると、そこからわずか5年で、オーバーリーガまで滑り落ちた。2004から05シーズンには、ホームスタジアムをエルテアレーナに移すものの、しばらくは、最新鋭のスタジアムに見合わないレギオナルリーガでの戦いが続いた。 2008から09シーズンには3リーガの創設チームの一つにもなっている。2007から08シーズン途中にノルベルト・マイヤーが監督に就任するとチームは上向き、2008から09シーズンの3リーガで準優勝の成績を残して、ブンデスリーガ2部へ昇格すると、2011から2012シーズンにはヘルタ・ベルリンとのプレイオフを制して15年ぶりの、 ブンデスリーが一部復帰を果たした。2012から13シーズンでは、シーズン序盤は、検討を見せたものの、年明け後の後半戦でわずか2勝と大きく、調子を落として1年での二部降格となった。クラブは、この結果をもって5シーズン監督を務めたマイヤーを、解任するものの、二部リーグにおいても成績は、低空飛行を続け、その後の3年間で6人の監督が入れ替わるなど、迷走。 一時は3ブリーグへの降格争いにも巻き込まれるほどの苦戦を強いられた。2015から16シーズン途中に監督として5度の一部昇格経験を持つフリートヘルム・フンケルを招聘。3年目となる2017から18シーズンにチームは快進撃を見せ、首位に立った第5節以降一度も昇格圏内から落ちることなく6シーズンぶりのブンデスリーが復帰を。 確定した。フンケルにとっては、これが6度目の一部リーグ昇格であり、リーグ記録の更新となった。最終節には共に昇格を争った1、FC ニュルンベルクとの首位決戦を試合終了間際の、逆転ゴールで制し2、ブンデスリーガ優勝のタイトルを手にして、昇格に花を添えた。一部リーグ最長戦となる2018から19、シーズン前半戦は極度の不振にあえぎ、 7から1での大敗を喫したアイントラ派とフランクフルト戦を含む6連敗で一部の戦令を受ける形となる。第8節終了時点で最下位に転落するものの、バイエルンミューン編ンを相手に敵地で引き分けに持ち込むなど徐々に調子を上げ、前半戦終了間際には開幕から15戦無敗を続けていたボルシアドルトムントに土をつけるバンクルワセを起こし、 ウィンターブレイクを挟んで4連勝を記録する。後半戦もこの勢いを持続したまま着実に順位を上げ、第28節終了時点で6試合を残して、久々の一部残留を確定。10位でシーズンを終えた。ホームスタジアムはライン側のほど近くに位置するメルクールシュピールアレーナである。それ以前は、 戦後長らく 1974FIFA ワールドカップでも使用された多目的スタジアムであるラインスタディオンを本拠地としていた。近隣クラブの 1FC ケルニア、バイエルレバークーゼン、ボルシアメンヒエングラートバッハなどとの対戦はラインダービーと呼ばれ、特に 1FC ケルンとは伝統的に強烈なライバル関係にある。デュッセルドファーフスブリクラブフォルトゥ1911 に解消。ステフェン24、アイハンゴ、ホフマン、サンズットナー29、ツインマーマン25、ベリシャ、1ボジェク13、シュテガー22、トミー15、ヘニングス28、カラマン11中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。